その後のことはわかりません。私たち使用人は食堂に近づくなと厳命されましたもので。なるほどね。それでシャノンはそのベアトリーチェという人物に以前会ったことはある？わかりません。私たち使用人にとってベアトリーチェ様はお屋敷のもう一人の主です。親方様に感化されてそうだと吹聴しているというふうにおっしゃる方もおられますが、私がここへ勤め始めた時からベアトリーチェ様の話はすでに囁かれておりました。前に聞いたよ。敬わないと呪われたりして、実際に事故に遭った使用人もいるんでしょ？ええ、ただ信じる信じないに個人差があったのは確かです。私はそのそういうものには敬いを忘れないのが心情ですので、存在を疑ったことはありません。黄金の魔女というその不確かな存在がきっといるとおぼろげに信じていました。それで実際にその不確かな存在の魔女が姿を現して堂々と玄関からやってきたということなのかな？わかりません。私には何も。シャノンは夕食を運んだ時に何か話はした？いえ、何も。そっか。しかしご飯を食べる魔女というんじゃなんだかリアリティがないね。やっぱりこの島の魔女伝説を知る何者かがベアトリーチェの名を語っているだけなんだろうね。シャノンちゃんはベアトリーチェを多分お屋敷の守り神みたいに思って敬ってきた気持ちがあると思うんだよ。だからそれを名乗る人物が現れたので少し動揺しちゃったんじゃないかな。そうですね、きっとそうなんじゃないかと思います。どうしたんだい？さっきから本当に元気がない。ジョージさん、婚約って何でしょうか？結婚の約束をするという意味だよ。でも僕はその意味において結婚と同じものだと考えてる。本当なら僕は今すぐにでも君をめとって家へ連れ帰りたい。でも僕は今修行中の身でまだまだ自らの城を築き上げる力量がない。だからこそ一人前になって初めて胸を張って君を連れ帰りたいんだ。それは遠い未来の話じゃない。ほんの3年ほどを待ってほしいというだけの話なんだ。
でも僕は、だからといって三年間、自分の気持ちを偽っていたくない。だから、婚約指輪を贈ろうと決めたんだ。それは、男として情けない理由かもしれない。妻と仕事を両立できないから待ってほしいなんて理由での婚約なんて情けないものかもしれない。でも僕は決して君を。ありがとうございます。ジョージさんにとって婚約指輪が恋人に贈るプレゼントの一つではないということが分かりました。当然だよ。婚約指輪はただのアクセサリーじゃない。尊い約束を指輪の形で残す恋人たちの宣誓なんだ。だとすると、すぐにも結婚するなら不要なものということになりますよね。その時は婚約指輪じゃない。結婚指輪として渡すよ。どちらにせよ、君に指輪を贈ることに変わりはないのさ。この女は俺のものだから、誰も手を出すなよっていう、売約札みたいなものですね。いや、そんな意味じゃ。いや、その通りかもしれない。さよ、君を僕の妻にする。他の誰にもやらない。僕だけのものにする。だから、誰も手を出すな。そういう指輪だよ。間違いない。ありがとうございます。ジョージさん、本当に嬉しいです。だから、僕はあえてこれを婚約指輪と呼ぶのをやめにする。今からこれは婚約じゃない。結婚指輪だ。いいのでしょうか。神様の祝福もなく、私たちが結ばれたことを、勝手に宣言してもいいのでしょうか。神様も父さんも母さんも全て事後報告で十分さ。僕たちが二人は結ばれたと一方的に宣言する。それは誰にも覆せない。ジョージさん、僕は一時の感情で言ってるんじゃない。今だけの君を見て言ってるんじゃない。明日の君も明後日の君も、それこそ未来の老後の君すらも見据えて言っている。いつもジョージさんが話していることですよね。元気な子供や孫たちに囲まれてゆっくりとした老後を過ごしたいって。その時僕の隣には年老いた君がいる。それを僕は予告、いや予言するよ。必ずその日は訪れるから。必ず訪れますか。信じてもいいですか。必ず、絶対。それを言葉でない形で証明するのがこの指輪なんだよ。見せてください。
え、あ、ああ、これさ、私にその未来を見せてください。ああ、見せるよ。必ず。約束する。老後までじゃない。死んだ後も、僕らは魂になっても、ずっとずっと一緒にいる。その指輪を好きな指にはめて、それを返事にしてほしいんだ。つまり明日の朝までに。これが私のお返事です、ジョージさん。シャノン、いや、さよ。魂になってもずっとずっと一緒です、ジョージさん。姉さんはバカだ。そうかな。家具のくせに、家具のくせに。私、家具じゃないよ、もう。嘘だ。どうして自分を騙すんだよ。人間になんか絶対になれないって知ってるくせに。黄金郷へ行かなきゃ人間になれないって知ってるくせに。なのに、どうして黄金郷へ行ける約束を自分で保護に。そっか、指輪を受け取ったらベアトリーチ様との約束がなかったことになっちゃうんだったね。ごめんね。あとは僕も姉さんもジョージ様も親方様もみんな条件は同じだ。13人が生贄にされる。5人しか黄金郷に招かれない。その一席を自分で蹴るなんて。おかしいね。未練があるのはカノン君の方みたいだね。未練があるのは姉さんの方じゃないか。婚約しちゃったんだろう。果たせない運命なのを知りながら。ん？ずっとずっと永遠に一緒だよって約束した。だからね、その瞬間に私たちの永遠は完成したの。たとえ私たちが生贄になってしまうとしても、もう完成してるの。だからいいの。未練があるのは、むしろカノン君の方。私たちは家具なんでしょ？私たちはどういう結果になろうとも解放される。なら、黄金郷に行けるか行けないかなんて、どうでもいいことじゃない。なのに、カノン君は黄金郷へ行くことに固執してる。
どうしても人間になりたいんでしょ？どうして？人間になりたいからだよ。カグはもう嫌だ。どうして？僕も恋がしたかったんだ。お嬢様のことが好きだった。そしてあの日のお嬢様の姿を見てもっと好きになった。そしてお嬢様も僕のことが好きだと分かってすごく嬉しかった。でも僕は格でお嬢様の気持ちを受け止めることはできなくて。それが勘違いだった。私たちは格かもしれない、人間以下かもしれない、でも恋をする資格がないわけじゃなかった。そう言い遂げられぬ思いならない方がマシだって思った。いつか自分も消え去る日が来て、それがきっとお嬢様を傷つけるなんて勝手に決めつけて。違うんだ、僕が怯えていただけなんだ。僕は永遠になれない恋ならしない方がマシだって怯えてただけなんだ。セミは生涯のうち数週間にも満たないわずかな期間で恋をして消えていくんだって。数週間で終わる恋だからと恋をしないセミはいないんじゃないかな。あの魔女が憎い。僕にどうしてこんな気持ちを植え付けて。あいつさえ、あいつさえ妙ないたずらをしなければ僕はお嬢様のことなんか気にならなかったのに。ベアトリーチェ様はひどいね。カノン君にそうやって悔し泣きをさせるために運命をいたずらした。でも魔女の思惑は多分外れてる。だってだ、カノン、せっかくの約束はこれで水泡だな。さてさて、これにて全ての駒の条件は同じよ。駒は18、13人が生贄に捧げられる。生き残る5人は誰？それとも誰かがこの儀式を打ち壊してみせるか。誰がどうやって。これはチェスプロブレムではない、対等なゲームだ。わらわだけが一方的に詰めるわけではない。そなたはわらわの詰めから懸命に逃れ続け、引き分け無効試合に持ち込むことができる。まあせいぜいそなたにできるのはそれを延々と繰り返すのが関の山よ。そしておそらくそれはそなたにとってそう難しいことではあるまい。しかしそなたは永遠に続く無効試合にやがて精神をすり減らし、やがては精神を殺す。その時にこそ敗北を受け入れ、わらわに屈服することになるであろう。対等なゲームといった理由、それはわらわにも敗北の条件を設けてあることだ。負けのないゲームほど退屈なものはないのでな。
わらわを任す方法。それはわらわの肖像画に捧げられたあの碑文よ。あれこそは黄金鏡の扉の開き方にして同時に儀式を打ち破る鍵でもある。わらわは碑文に従い儀式を完遂する。そなたは碑文の謎を解き儀式を打ち破りわらわを滅ぼす。碑文に隠された謎を解きわらわが金蔵に値し莫大なる黄金の在りかを暴いてみせよ。こたびのゲームはどういう結末を見せるのやら見当を期待するぞ。わらわを楽しませてみせろよ、後ろ宮バトラー。異論がない。私と夏日は認める。信じられないし信じたくないけれど、それが現実なのね。夏日、言葉を少し選びなさい。彼女は当家の最高の賓客なのだ。わしらも認める。グーの根も出えへん。認めるわ。一辺の文句もない。まさか本当に素直にあなたに尊敬の念を覚えるわ。私もよ。すごいわ、純粋に尊敬する。だから認めざるを得ないわ。俺も認めるぜ。未だに信じられねえ。だがどうしようね。悪魔を証明しちまった。あんたの勝ちだ。悪魔の証明はそなたが好む証明不能への便利な言い訳だったが、あだになったようだな。いじめるなよ魔女様。俺はもうあんたを認めてるぜ。降参だ。キリエ、まだ異論があるか。わらわは全員一致しか好む。お前一人がわらわの存在を認めぬならば。私も認めるわ。あなたはベアトリーチェ、後宮家の顧問錬金術師、そして偉大なる魔法の使い手、魔女であることを認めざるを得ない。